皆さんこんにちは、小橋です。田村です。はい、今日なんですけれども、私はですね、出版させていただいた情報戦を制して合格する勉強法、今ね画像出てると思うんですけど、こちらの本のですね記事が東洋経済オンラインさんに載りました、うん、ありがとうございます。パチパチパチ、すごいですね。はい、でしかもですね、この東洋経済オンラインさんの記事がそのヤフーニュースに取り上げられて、なんとヤフーニュースに出たということで、うん、なんとねヤフーニュース最近もう2回目ですね、載るのね。そうですよね。はい、まあ、ありがたいことにね取り上げていただいております。ありがとうございます。はい、ただですね、はい、前回の、まあ、記事はですね、まあまあそういう感じだよねで終わったんですけど、今回結構もう僕の本当にね、あの本の中身を、まあ、言ってしまえばほぼコピペとは言わないですけども、まあ、かなり引用した形で、うん、あの出している記事になりまして、うん、でですね、内容がですね自称進学校についてなんですね、うん、はいはい、でまあそれこそうちのチャンネルを見てくださってる方は、うん、まあ、知ってるよとかね、 ある程度半分ぐらい聞いたことあるよって話が多いと思います。一応概要欄に記事のリンク貼っておくので見てみてください、はい、ただですね、うん、あの今回その結構反響がすごくて、そうですね、コメントも500超えてますよね。そうそう、いわゆるあの、うん、ヤフコメと呼ばれるですね、いろんな意見ね、皆さんあると思うんですけど、うん、まあ、ヤフコメですよ、はい、あのまあ、ネットのねいろんなあれでということでたくさんねあの反響いただいております、はい、であとねちょっともう大量にありすぎて、うん、もう見るのやめちゃったんですけど、あの、はい、ツイッターですね、はいはい、あのこの記事をあの引用する形というか、あのリンク載せる感じで意見を言う人結構いるじゃないですか、はいはいはい、まあ、僕も自分のツイッターでやらせてもらいますけど、うん、そういう感じでかなりあのシェアしてくれてる方もいて、うん、まあ、そのついでにかなり賛否両論の意見をですね、あの頂戴しております。なるほど、はい、で、まあ、もちろんこういう記事ですから、はい、まあ、それを見てねどう感じるかどうかっていうのはあの本当人それぞれ自由だと思いますし、あの、まあ、もちろんねその 法律に反するような例えば誹謗中傷とかね、うん、そういうのは良くないと思うんですけども、別に意見をね皆さんがこう発信していただくのはこれはまあ自由なことだと思います。そうですね、はい、はい、まあ、ただですね、やっぱり、まあ、今回、まあ、ちょっと裏話をすると、この記事自体はですね、あの東洋経済オンラインさんが準備してくださった記事なんですけど、まあ、本読んでくださった方は分かると思うんですが、まあ、かなりその本の中身を引用するような形であの書かれているんですね、うん、はいはい、でなんか僕が自分で書くという権限はなくて、はい、あのもうこれでいきますって出てきて、うん、で僕ちょっとここ直したいですって言ったんですけど、自分の肩書き以外何も直させてもらえず、なるほど、タイトルもですね、あの今回地方の、自称進学校って話だったんですけど、ちょっとそこの地方を変えたいという話もしたんですけど、はいはいはい、それも聞き入れてもらえず、あのそのまま全部行きました。まあ、はいはい、まあ、メディアの方がそれをね作ることなんで、ただ一応その署名には僕の名前が入ってるんで、はいはいはい、僕が全部作ったみたいな感じで、まあ、捉えていらっしゃる方もいるのかなというふうに思います。はい、はい、まあ、別にいいんですけどね、うん、はい、そんな細かいことは気にしてません、はい、ただそのいろんな意見をいただいたんで、はい、人によってはね、まあ、そういうヤフーコメントとかを見てですね、うん、あ、まあ、なるほどなとかっていうふうに思った人もいるだろうし、確かに勉強になった人もいるかもしれないんですが、はい、まあ結構面白いね、コメントが多かったんですよ。はいはいはい、個人的にはね。はい、なので、あの、もちろん、あの、アカウント名とかを特定できないような形で、かなりね、その、いいねというか、うん、その、評価が、なんていうの、たくさんグッドボタンがついていた、上位のコメントを今回取り上げさせてもらって、はい、まあ、もの申すって多分ね、YouTube タイトルになってますけど、はいはいはい、まあ、別にね、この方に対して反論する気は元ないです。うん、はっきり言って。だけど、はい、まあ、紹介をしてみようというところでございます。うん、で、なんで紹介するのかっていうのは、動画の最後に、大事なことを話しますので最後まで見てみてください。お願いします。はい、前置き長くなったんですけど、じゃあまず1個目なんですけど、はい、まあ、今出てると思うんですけどね、あの音読すると長くなるんで、あ、音読はしません。あの必要があれば一時停止してみてください、はい、まあ、これね、まあ、最初見て笑っちゃったのが、はい、まずですね、あのいきなりまずあの隙があれば自分語りが入っているということでまずいきなりすっとその自分の学歴を言ってきたわけですよ、うん、あの自称新卒業であの東京の国公立大学に進学しましたと、うん、ね、まあ、一般的に、まあ、東京の国公立大学、まあ、はい、国公立の公立だと都立大学がありますけど、はいはい、基本的に都内の国立って、まあ、相当ねランク高いですから、うん、確かに、まあ、ちょっとこう学歴的なところで一歩踏み込んでところから、うん、まあ、書いてるっていうのが、まあ、ヤフーコメントらしいなという、はい、ところでございました。まあ、学歴は自分の自己紹介みたいな、ね、そうですかね、よくよくありがちでね、はいはいはい、で次がですね、はい、あのまあ、高校は大学進学 の最後の方ですけど、はい、塾じゃないので、ね、自分で決めることではないかっていうことでした、うん、はいはい、そうなんですよ、うん、であの僕の記事もそう書いてあるんですよ。確かにそう書いてあるんですね。そうです、うん、だからあの、まあ、どうしても、ね、ちょっと切り抜かれちゃった部分があるんで、うん、まあ、伝わりきってなかったらあの申し訳ないなと思うんですけど、その結局僕が言いたいことというのは、別に世の中の人全員がね塾に行ったりとか、ね、学校の勉強を全て無視して受験勉強に特化したりとか、うん、そういうことを言いたいわけじゃなくて、受験で一生懸命やりたいんだったらこういうふうにしないと間に合わない子も多いよって話がしたかったんで、はい、まあ、ただちょっと確かに切り抜かれた文章を読むと、うん、なんか僕がねやたらこう
自称進学校にマウント取って、うん、でなんかやたら地方にマウント取ってみたいに、まあ、見えちゃうのかなって気はしましたけど、はい、まあまあまあこういう意見が出てくるのもまあしょうがないかなと思います。なるほど、はい、まあ、ただね、あのやっぱ面白いなと思ったのはその一旦まず学歴から入るっていうね、そうそのヤフーコメントだなっていう感じがしました。はい、じゃ次なんですけども、この方もね、確かに俺も地方の公立進学校で、うん、あくまで基本は国公立大を目指すべきといった空気だった、ね、うん、うんぬかんぬと、まあ、一旦やっぱり皆さんこう自分語りからこう入っていくといいね。学歴から、そう、自分の学歴から紹介していくというヤフーコメント強いなというふうに思いましたね。はい、はい、でまあまあざーって見ていくと、まあまあまあそういうこともあるよねっていうのがあります。でまあ地方の子には塾と予備校通ったりとかね、私立大に行けない人もいるでしょって話だったんですけど、別にあの全員私立に行けと言ってないですからね、あの何度も言いますけど、そういうことしたいんだったら自分で頭を使って考えて行動しましょうっていう、うん、まあ、趣旨なんで、はい、別に当たり前ですけど、そのね、九州だとかね、東北だとかね、関西だとか、うん、四国でもどこでも中国地域でもいいんですけど、そういうところはみんな東京の次第に来てくださいねとは言ってません。そうですね、はいはい、ただ、はい、そういうことをしたいんだったらそういうふうに考えていかないといけないよねっていう話なんで、はいはい、最後、個別指導塾の塾長が書いていることからしてポジショントークが入っているように見えるということですけど、うん、別にですね、あの僕のポジショントークは多分関係ないと思います、うん、なんでこれがポジショントークになっちゃうのか僕は分からないんですけど、じゃあ、はい、あの自称進学校こういうふうにね、あの僕が叩いたからといって僕の塾に来てくれるわけじゃないんですね、まあ、はっきり言いますけど、うん、はい、あのもちろんうち の生徒さんって自称進学校の方もいますけど、はい、まあ、どっちかって言えば普通の進学校の子もいっぱいいるし、はいはいはい、全然 そんな塾生の、ね、分布じゃないじゃないですか。そうですね、はい、自称進学校の子ばっかり集めてるでお金儲けしてるってわけじゃないんで、確かにあんまりあのそこに意味はないかなというふうに思います、うん、しなんならですね、一番来てほしいのは当然超進学校の子たちですよねそれつくこまとか真田とかさ、改正の子がいっぱい来てくれればさ、はい、ね、進学実績も上がるし嬉しいよね、はい、まあ、合格実績がね上がりますよね。そうそうそう、どんな塾でも同じですよね、うん、はいはいはい、だからあんまあんまポジショントークっていうのはあれかもしれない、ね、また僕が考えていることをねが一個のポジションではありますから、まあ、はい、うん、その意見ということではありますね、はい、はい、面白いと思います。はい、次ですね、はい、次の方、高校の数も中高一貫校の数もうんぬんかんぬんも地方への偏見マウンティングと言うべきかってことでございました、うん、でまずそうなんですよ、これすごく僕思うんですけど、はい、マウンティングマウンティングって言われるんですけど、まあ、別にいいですよ、はい、マウンティングでも、うん、ただその逆マウンティングじゃねっていう個人的には僕いつも思うんですけど、はい、例えばうちが首都圏のことをばかりを重視してて地方を軽視してるみたいな意見 いただくんですよ、たまに、はいはいはい、ただからその、うん、冷静に考えてほしいんですけど、だとしたら、うん、いろんな地域の大学紹介だとか、はい、ね、それこそいろんな地域の私立大学も紹介している、うん、国公立大学も紹介している、そのことはしなくないですか。そうですね、確かに、うん、東京の例えば大阪とか東京にあるような私立とか国立、国公立大学しか紹介しないですよね。そうですね、うん、で僕いつも言ってるんですけれども、なんかこう勝手にマウントされてるように感じちゃうんですよね。なるほど。なんですかね、受け手がですね。そうそう、自分のこと卑下してるんじゃないかなって僕は思っていて、はいはいはい、もちろんそういうに僕みたいな記事結構ね強い表現で書いてるから、まあ、マウンティングで取られても別にいいですよ、それは自由で、別にマウンティングしてないっていうことは言いませんけど、感じ方それぞれなんでね。ただその、はいはい、じゃあマウントされたみたいな、なんかその被害者意識みたいな、なんかそれどうなのっていうふうに個人的には思いますね。昨今なんかマウンティングってすごいなんか世論とかで取り上げられると思うんですけど、うん、その影響もあるかもしれないですね。みんなこうマウンティングにすごい過剰に反応してるというか。そうですね、はい、でこの方言ってるのはね、教育の機会均等が机上の空論であるくらいに、うん、格差が大きくなっていると。うん、なるほどねと。有識者による議論が進められている、うん、でもその有識者が都市部にしかいないという問題もある。狭い世界しか知らない人がそれがどこでも同じ環境であるかのように教育を語るのをやめてほしいということなんですが、これもだからなんていうかな、この記事ちゃんと読めば分かるんですけど、別になんか、はい、確かに、まあ、タイトルは地方って入ってるんですけど、はい、別に地方を否定してる内容じゃないんですね、うん、自称進学校に通ってるんだったらちゃんと自分で頭使って行動しなきゃダメだよっていう記事なんですよ、はいはい、ちゃんと日本語読んでくれればいいんですけど、もうそのご自身の多分中にその地方っていうそのなんかその分かんないけど自己否定がもう入っちゃってるから、うん、別に記事なんかよく読んでもらえれば地方はやばいとかね、地方はろくに塾もなくて勉強環境がないか全く言ってないんですよ僕、はいはいはい、ただそれを勝手になんか自分でそっちの文脈でこう、うん、全部こう捉えちゃって、それなんかその狭い世界しか知らないって言われてるっていうのはありますね、うん、であとね、じゃあ逆に1個マウントしましょうか、はい、僕1個じゃあマウントします。逆に、はいはいはい、よく言われるんです、狭い世界しか知らないっていうふうな、うん、そういう表現されるんですけど、申し訳ないですけど人口比で言ったら、はい、首都圏とかの方が人いますからね、うん、そうですね、大学の数も多いですからね、そうですね、逆なんですよ、こっちの方が広い世界なんですよ、うん、これまあ燃えるかもしれないけどこういうふうに言うと、はいはいはい、そう、だからそもそもでもそんなこと言ったことないでしょ僕、はいはい、だから別にそういうふうに思ってるわけじゃなくて、うん、その結局
なんか狭いとかその視野がどうだとかじゃなくて、うん、そもそもその受験するにおいて学校環境が今こういう風になっていて、でなんかそのなんていうのかな、恵まれないというか受験勉強に十分ね集中できない環境の人がいるということは事実なわけだから、まあ、そこをねも僕はもっとねなんかする方法ないのかなっていうのが、まあ、この記事のこうベースにある考え方なわけですよ、はいはい、うん、なのでなんかもう地方がどうだとか、まあ、そういう話はしないでほしいなというふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、しないでほしいというかその地方に対してマウントを取ってるみたいなのはやめてほしいなというふうに思いますね。はい、では次なんですけども、はい、開成高校の生徒は教育熱心で経済力のある家庭の子でしょうと、うん、まあまあ僕の学歴の子なのかなと、で塾はよりどり見れるですよねと、うん、で地方ではね自宅や通い代がほとんどありませんと、まあ、なかなか進学先っていうのはまあ厳しいよねっていう話でした、うん、まあ、ただ時代が変わってその映像授業とかそういうのも地方にもあるようになりましたねと、進学の裾野が広がって次第への進学も増えたようですと、で旧体制のやり方は改めるべきと思いつつ都会の人には分からんやろと言いたい自分がいますと、うん、だからなんか途中まではなんか賛同してくれるなんか表現だったんですけど、確かに最後は都会の人に分からんやろみたいな、うん、だこれもそうなんですよ、なんかさ、はいはいはい、自分は地方だから、うん、都会の人とは別みたいな、はいはいはい、俺らの気持ちなんてお前らには絶対分かんないだろみたいな、なるほどなるほど、そういう表現なんですよ。確かにちょっと閉鎖的な気はしますね。そうなんですよ、うん、あので別に僕らから、はい、田舎の人間は都会のことなんて分かんねえじゃないかなって一言も言ってないんですね、はいはい、ただ逆なんですよ、地方にいる人ほど都会の人間に俺らのことは分からんみたいな、うん、だそこなんか勝手になんかその壁を作ってですね、はいはいはい、引きこもるんっていうのあるんですよね。確かにそうです、うん、はい、それはどうなんでしょうっていうふうに個人的には思いますね。そうですね、はい、まあ、別にそれ言うのは自由だけどね、はいはい、あの都会の人には分からんっていうふうに言われてもね、うん、じゃあ分かったところでどうなってるのと、分かんなかったらどうなのと、うん、そこには真実が存在するだけなんですよ、はい、だ別にその僕何度も言うんですけど、その経済的に、ね、恵まれない人がどうことは記事に全く書いてないんですよね、うん、昇進学校に行ってる人はこうこういうふうに気をつけなさいって言ってるだけなのに、そこからこう話を広げてですね、なんか別の論点に持ってって勝手になんか逆マウンティングされたりとか、はい、してるっていう感じがしますね、はい、まあ、今ヤフコメならではって感じでしょうかで最後ですね、じゃあ1個だけいきましょうか。偏差値72以上の高校の傾向としては、塾に行くも行かないも自由のことが多い云々かんぬんっていうのがあります、うん、はい、まあまあそういうことはそうだよねと、うん、田舎に行くと進学校に集中する割合が少なく、徒歩や自転車で通学できる高校に行ったりもすると、うん、実際就職する人もいるけど一般的に旧帝とか医学部とかそういうところに行く人もいるよねと、うん、で伸び率はすごい高いですと、超進学校でも落ちこぼれたくさん、最後に自分の学力を客観的に判断し伸ばすために何が必要なのか考えることが大切な気がするってことですね。でなんかまあ一見ね、まあ、なるほどってことがいろいろ書いてあるんですけども、まあ、ちょっと途中のね中間のとこだけなんか思ってて、上位の進学校を越すことはできないと、地方の学校はね、うん、うん、きっと素材が違うんだと、うん、で記者ってあの書いてる人間多分僕のことで指してると思うんですけど、はい、記者は中堅どころの進学校を小バカにしてるような気がすると、中学まであまり学習してこなかった人や勉強の仕方がわからない人にとってはありがたいことだ、ちょっとまず全体的にね、日本語の流れがめちゃくちゃ分かりにくい。そうあのまあ、まあネットのコメントなんでしょうがないんですけどね。うん、だからしょうがないから文章を切り抜いて、まあ、言わせてもらうと、まあ、中堅どころの進学校を小バカにしているってことだったんですけど、だから何度も言うんですけど、小バカにしてるんだったらそういうところ扱ったりはしないし、うん、あのそういう人のためにこういう記事は書かないんですよ。そうですね。うん、あの本当にバカにしているものって、なんていうかな、人間って扱わないですよね。確かにそうですね。意識の外にあるんでね、はいはい、うん、だし別に誹謗中傷してるわけではないので、うん、まあ別にね、あの別に小バカにしているというふうに思われてもさ仕方ないですよ。だから別にこの書いた方を批判はしませんけども、まあ、僕の気持ちはそういうことって感じです。なるほど、はい、というわけで一通り読みましたけど、なかなか香ばしいコメントが多いですね。そうですね。まあ、まあ、あのね、あの、インターネット上のね、匿名のコメントですから、あ別にね、多分いろいろ書いてもね、いいと思いますし、なんなら500件以上来てるんで、当然全部読めないんですけど、はいはい、まあまあまあね、あ、そういう見方もあるんだなというコメントもありましたね。要は、この記事がすごい世論のなんか心というか、皆さんの心を揺さぶったっていうことなんでしょうね、良、うん、くも悪くも。はい、で、うん、なんでこのヤフーコメントを紹介したかって話なんですよ。はい。でね、まあ、ツイッターとかもちょっと反応見たりとか、ヤフーコメントもいろいろ見て、今、あの、僕が恣意的に、ね、あの、賛成の意見だけ選ばないように、その上位のなんか、わかんないけど、多分上位っていうか、その最初の方にあったコメントなのかな、はいはい、ランダムにというか、その上位からのやつを選んだんだけど、はい、基本的に今回のこの自称進学校の記事に対して、賛同の意見を示してくださってるのって、もちろんね、あの、個人を特定することはね、ネット上ではできないけど、文章とか見てたりとかすると、大体ね、高校生とか保護者世代なんですよね。うん、なるほど。なんかこう、自分も自称進学校に今いるけど、こうだなとか、うん、うちの子が結構そういう学校に通ってるけど、こうですみたいなコメントが多いの。賛成の意見はそっちに多いんですよ。なるほど。逆に反対の意見は、こういう人たちみたいに、うん、なんか自分はどこどこ高校出身で、まるまる大、国立大学行きましたとか、はいはいはい、もう要は受験特に終わった人たち、はい、大人の方ですね。で、そうで、かつ別にその保護者層というか、はい、お子さんが今大学受験っていう感じではない人たちが結構批判を書いてるんですよ、はいはい、プラス地方の人ですね、はいはいはい、なので
だ個人的に気になったのは、うん、結局受賞進学校ってそういうことなんじゃないのって話なんですよ。そういうこと、はい、というのは結局通ってる人とか、うん、その保護者の方ってやっぱだんだん気づき始めてて、はいはい、その自分たちは頭使って動いていかなきゃいけないよねっていうふうに分かり始めてると思うんですよ、うん、はいはい、あの別になんかそれは僕のおかげとかじゃなくてね、やっぱ世の中の流れとかもあるじゃない、はい、いろんなところで情報収集今できるようになってきてて、まあ、今の若い子賢いですからね、うん、自分で YouTube でもいいしブログでもいいしネットでもいいしいろいろ調べて Twitter でもいいしね、うん、それで自分でどんどん動いていけるんですよ。確かにそうですね、うん、で保護者の方だってそうですよ、うん、そういったメディアを見てね考えてあのお子さんの教育に生かしてるんですよ、うん、ってなった時に受賞進学校の環境ってどうなのっていうところまで来てるんですよね、うん、なるほど。なんだけど逆で普通の一般的な大人の人たちって、はい、やっぱり自分の過去とか自分の環境を否定されるとムカつくんですよ。まあそうですよね、人間誰しも。僕だってそうですよ、うん、もし僕があの開成高校卒業して今もう十何年経ちましたけど、例えばあと5年とかして、はい、東大合格者ランキングがどん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 開成が落ちてたとするじゃないですか、うん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 、でもう毎日のようにネットでね、あの開成は地に落ちたとか、うんうん、なんか終わったとか書かれたら反論したい気持ち出てきますよ。それは、まあ、それは嫌な気持ちになりますよね。そう、ただまあね、うん、僕は一応 YouTube やってるんで、はいはいはい、その非論理的なことは言わないから言わないと思うけど、うん、でも気持ちは分かるんですよ、はいはい、だから結局その旧態依然としたその自称進学校とかそういう文化を支えてるのってそういうなんていうのかな、うん、旧態依然とした考えの大人たちなんじゃないのって。なるほど、うん、でそこにやっぱ今まさに、ね、10代の若者が苦しんでるんじゃないの、うん、もしくは保護者の方が苦しんでるんじゃないのっていうふうにやっぱ思うわけで、なるほど、うん、なんかこういうコメントが来れば来るほど、うん、自分が言ってることが、まあ、正しいと言い切るのも難しいけど、でも逆にこの自分の考えをもっと広めていったりとか、うんうん、その自称進学校でなんていうかな、受験を失敗しない子たちを増やしたいって気持ちがより一層強まってきますね。そうですね、うんうん、なんか否定されればされるほど強くなるってわけじゃないんだけど、うん、そのなんか批判してる人たちと賛同してくれる人の明確に層が分かれてるんだよね、はいはいはい、それがすごい面白くて、うん、ツイッターとか見てて。ということは逆に言うと今こう賛同してくれさってる方って、まあ、通われてる生徒さん、つまりその新しい世代の方がまあ多いという話になると思うんですけど、うん、そうそうそう、まあ、それが多いということは逆に希望になるんじゃないですか。逆にこう、そうそうそう、そういった方が自分の環境おかしかったんじゃないかみたいな考えの方が増えてくれば、うん、後々この後の世代になんかこう変えていこうみたいな動きも出てくるかもしれないし、まあね、かもしれないし、はい、またそうならないかもしれないと思っていて、はい、結局そういう新しい考えの人たちってその古い考えの場所で働かないと思うんだよね。あ、なるほど、うん、だより逆に都会と地方のギャップが大きくなっちゃう可能性もあるなって、うん、なるほど、うん、もう出ちゃうと、うん、だって学校の先生って自分で決められるわけじゃないから。確かにそうですね、うん、じゃああそこをね、なんかよくわかんない課外とか宿題ばっか出したりとかするんだったら、うん、自分そのところの教師やりたくないって思う人もいるでしょ。うん、確かにそうですね。そうっていうのは、まあ、正直僕が怖いなって思うところではある。なるほど、はい、まあ、ちょっとその辺ね話し始めるとまた長くなっちゃうんで今日はこの辺にしときますけども、まあありがたいことでまずねヤフーニュースに取り上げていただくことは大変嬉しかったです。はい、はい、でまあコメントもね、あの正直まあいろいろ言ったけど、まあ、たくさん反響いただくってことはまあ嬉しいわけですから。そうですね。ですし、まあ、おかげさまであのこのヤフーニュースの記事が出た時と同じ日にあのメインチャンネルでちょっとあのまあ、宣伝じゃないんですけども、高校の勉強だけでは大学受験には間に合いませんよって動画を出したんですね、はいはい、で書いてある中身としてはあの本の中身の話だったので、うん、あの本にいろいろ書いてありますって、まあ、宣伝もさせていただいたんですよ、うん、でこのダブルパンチのおかげで結構 Amazon ランキングも上がって、はい、ありがたいことに、高校学さんの全体の中で4位とかかな。おお、すごいですね、はい、あ、高校参考書の中で言うから、あのだからどっちかというと結構でっかいカテゴリーに今僕の本入ってて、はいはい、いわゆる今まで勉強法とかのカテゴリーってちっちゃいカテゴリーなんですよ、はいはい、だからそこで結構1番2番3番取るのは楽なんですけど、うん、そのでっかいカテゴリーなんで敵がシスタンとか、うん、青チャートとか、あの何、ターゲット1900とか、はいはいはい、あとあのムンディ先生の、ね、はいはいはい、世界史とか日本史の本とか、はいはいはい、あれなんですよ敵が。重さたちですね。そう、超やばいじゃん。はい、で一応その中で4位かな、うん、最高までいってターゲット1900を一時的に抜いたり。おお、すごい。一時的ね、一時的ですよ、はいはい、抜いたりしたりとか。今日もちょっと朝見たら、うん、今この瞬間分かんないけど朝見たら一応青チャートより上にいた。おお。でもね、多分青チャートとかはずっと売れてるから、まあまあね、ちょっとねこうまた落ちてきちゃうと思うんで、皆さんが今ね記事見てる頃にはもしかしたらもうちょっと下の方にいるかもしれないけど、うん、まあでもありがたいことにね、そうやっていろんな方に見てもらえるっていうのはまあ嬉しいことですから。そうですね、うん、ぜひね役立てていただければと思いますし、まあ、本のリンクも概要欄にあると思うので、まだ見てないよって方がいたら、普通に受験にはあの自称心の話ばっかになっちゃってるけど、普通に全体的に役立ちますので、うん、ぜひねお手に取ってください。はい、はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。